はい、こんにちは。札幌占い美容室早橋の後藤です。前回に引き続いて、コロナで、負けてしまいました。閉店ということで、応援していただいた皆さんに、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げたいと思います。僕と同じように、美容室の一角を使って、事業を新しくやろうかなと思っている方向けに、同じような、ね、失敗をしないでいただきたいので、公開したいと思います。数字を、多分数字公開するってありえないと思うんですよ。ヘッドスパ、ハイフ、イヤーエステ、セルフタンニンみたいなちょっとやってたんですけど、大体お客さんが来たのはハイフです。まあ、前回も話したように VR のヘッドスパだったりも面白いかなと思ったんですけど、そんなにね、たくさんの方がに響いたかっていうとそうでもないです。美容室でやってないレベルのヘッドスパ、そしてドライヘッドスパに負けないような内容をちょっと考えたいと思って、頭皮洗浄を入れたヘッドスパをやってたんですけど、内容は結構良かったかなと思うんですけどね。でエステの子もすごいしっかり技術も習得していただいて、一緒に考えてですね、メニューの方やっていたんですけれども、なかなかこういうコロナ禍で難しかったということで、今回は僕の戦略ミスということで、閉店する形になりました。まあ、1年前ぐらいのね、まあ、どのぐらい数字が、上がったのかっていう部分ですね。ホットペッパーを最初出さないでちょっとやってたんですけど、まあ、その時は本当に、びっくりするぐらいな、まあ、ここで公開するのがちょっと恥ずかしいぐらいなんですけど、最初の方はね、78,450円とか売り上げなんですよ。1ヶ月ですよ。で、その次は52,350円とか、これやべえなっていうことで、ホットペッパー始めました。ホットペッパー始めましたら、ちょっと増えまして、125,850円、その月ですね。ホットペッパーさんの方に、新人のホットペッパーさんのエステの部門のですね、担当の方がついてくれて、すごくやる気があって、しっかりやっていただきました。で、僕正直経営のセンスがないので、ホットペッパーさんにうちのお店を利用しても全然いいので、ちょっとやってみてくださいと。ホットペッパーさんってやっぱりそのどういう風にやればお客さんが来るかっていう新規の部分に関してやっぱりスペシャリストだと思うんで、ちょっと丸投げしてみたんです。ある意味これは自分がその、まあ、職人気質でお客さんの求めてるものっていうのがエステに関して全く自分の感覚とちょっと違ったものなんで、これはやっぱり顧客のお客さんの気持ちにより近いエステのこともよくわかる、まあ、ホットペッパーさんの担当の方に任せた方がいいかなと思いました。自分じゃ結果出せないんで、逆にですね、メニューの提案だったりとか、そういう部分をコンサルしていただいてやったんですよね。そしたら16,3990円上がりましたね。でも翌月が106,900円って感じです。そのまた1ヶ月ちょっとね、スタッフの子はちょっと1ヶ月休んだんで、ちょっとそこはなかったんですけど、またその1ヶ月空けて95,850円、ちょっと下がっちゃったんですよね。月が84,000円でね、ただですね、エステの子が出れる時間っていうのが11時から来てもらったんですけど、スタートするのが11時半から12時ぐらいなんですよね。なのでそこからスタートして帰るのがもう6時きっかりに帰ってたんで、まあちょっと難しい時間帯であったのかもしれないですけど、まあ日数もそんなに多くはないですね。月で20日出てないんで、18とか19ぐらいかな、出てる出勤日としては。で、時間はそこです。まあ、それはちょっと変えられないっていう本人に言ったんですけど、変えられないってことだったんで、まあ、そのままやってました。で、ホットペッパーさん頼んでちょっと上がったなと思ったんですけど、またちょっと一回落ち着いてしまって、でその次が127,850円か。で、また89,240円で、12月が148,240円、12月来るかなと思ったんですけど、148,240円で、1月が82,750円で、最後2月が一番最後なんですけど、これが17,1070円っていう形です。今これ数字公開しました。
まあなかなかねこんな数字を公開するなんてちょっとって思うかもしれないですけど、僕は思ったことがあって、エステルーム、そのホットペッパーさんの営業さんは非常に頑張っていただいたんですけど、限界がちょっと見えちゃって僕の中で、ああマックス上がっても、あの例えばねどんなに頑張っても、まあ、プランのね、プランによっての、まあ、あのプランによってまたちょっと変わってくると思うんですけど、うちはね、5万円ぐらいのプランですね。はい、5万ちょっとぐらいのプランかな、5万ぐらいかな。でそのプランでやってたんですけど、美容室の一角でやってたっていうのも確かにあると思うんですよ。やっぱ声結構聞こえちゃうんでね、リラックスできない、まあ口コミを見るとそういうことが書いてましたね。リラックスできないとか、あと窓際だったんでちょっと寒かったのもあるかもしれませんね。うん、っていう部分でやっぱりちょっとエステルームってやっぱそのちゃんとしたリラクゼーションのエステはエステルームっていう形で経営された方がいいんじゃないかなと。よく一角でね、ちょっとやりませんかみたいなものもあったりするんですけど、まあどうかなと、まあ、僕の戦略が悪かったと思うんで、やれる方はやれると思うんですよ。うん、ただやっぱり一人のできる生産性だったりとか数字だったりを見てしまうと、まあ結構厳しいかなと。まああとこの地域もあると思うんですね。そんなにあの中心部ではないので、それもちょっと北海道の札幌なんですけど、そんな中心部ではないんですよ。だからちょっとそこも厳しい部分であったかなというふうに思います。あとまあ夜をね営業しておけば、まあ仕事帰りの方とか来れるんで、まあ、そこがちょっとできなかったんでね、営業時間6時に帰るというような形だったんで、最後でもやっぱり5時が最終、4時半とか5時が最終ぐらいになってたんで、まあ、ちょっとそこもきつかったかなっていうのは正直あります。まあそこをもし営業時間を伸ばして、やった場合どうなったのかなっていうのはちょっとわからないですけど、営業時間を変えるとまたちょっと違った結果になったかもしれませんが、まあそのもしかしたらまあね、スペシャリストのホットペッパーさんにやってもらって、そのぐらいの数字だったんで、なかなか厳しいかなというふうに思いました。まあ、看板も結構目立つ看板をつけたかなと思います。看板にもかなりお金かかってます。それから看板も外の看板全部つけて、それから機械ですよね、ハイフの機械も高いですし、ラジオ波、それから脱毛機2台ですね、それも結構な金額になりました。あとまあ内装費だったりとか、まああとそれ以外の部分も結構かかってますね。まあこの数字を見てね、お前のやり方が悪いからだろってまあ思う方もいらっしゃると思います。ただちょっと現実、実際やってね、走り出してしまうと、なかなかね、大変になってくると思うので、まあ、最初の段階で、もうちょっとリサーチをして、どういうものが求められているかっていうのをしっかり考えた上で、考えていかないとダメかなと思います。まあ、どんどんその機械が新しくなってきたりとか、あとやることもどんどん新しくなったりとか、もしくは規制がかかったりとかね、エステの機械に関しては。まあ、そういうのもあったりとかするんで、なかなか難しい状況であります。簡単に言ってしまえば僕の経営能力がなかったかなっていう部分ではあります。かといっても美容室の一室とかで、事業やられてる方、うまくいってる方も売り上げ上げてる方も全然いらっしゃるんで、まあ、配布も規制がね結構かかってきてるんで、まあなかなか長くはもうできないのかなっていう感じも僕の中であったんで、今回ちょっと早めに閉店しようかなということを考えました。まあ、美容室は変わらずやっていきますので、今後とも皆さん、ハイヤーマカシの方を応援よろしくお願いいたします。もちろん YouTube の方もこれから美容の方で頑張ってやっていきます。はい、結構まあ尖った内容のね、YouTube の内容もあるかもしれません。まあその辺はちょっとうまくスルーしていただいて、まあ、これからもちょっと面白いことをやっていきたいなと。まあ個人で、まあ個人って言ってもその、まあ、小さいサロンでもできることっていろいろあると思うんですよね。なのでその中で、個性を大切にしながら、まあ、他でうまくいかなかった方とか、そういう方よく来ていただくんですけど、まあ、そういう方をこれから喜んでもらうために全力で、これからも検証と研究をしてしっかりやっていきたいなと思っております。
エステの子も一生懸命頑張っていた、いただい、一生懸命頑張ってたんで、年間1000ブログ書いたり、あとは SNS の発信だったり、あとはね、僕たまにちょっとね、エステの子のノート見たりとか、ちょっとあんま良くないですけど、ノート見るとめちゃくちゃ書いてるんですよね。あのツボ、ここのツボはこうだとか、細かく空き時間に全部まとめてて、知識だけでもすごかったと思いますよ。相当知識を空いた時間につけてたと思います。そういう頑張りもしっかり見てました。がでもまあ僕として結果を出させてあげれなかったなっていうのがもう本当一番の僕の悔しかったところというか、お客さんがまず第一なんですけど、それ以上にそのエステの子に結果を出させたかったなって僕は思いましたね、やっぱりね。だったらもっと頑張れよってはずだったんですけど、僕の頑張りもちょっと足りなかったですね。ちょっとじゃかなり足りなかったかな。やっぱり何事も真剣に全力でやっていかないと、こういう結果になるのかなと思います。美容の方はね、僕はもう全力で、これからもやっていくんで、そこは信じていただいて大丈夫です。はい、ということで、今回もご視聴皆さんありがとうございました。これからも頑張りますんで、応援よろしくお願いいたします。